久しぶりに2ヶ月ぶりですね、初島にやってきました。今日は珍しくこのテトラ海のところでここ、ね、釣りしてみようと思ってます。餌取りは高部とスズメダイが見えてますね。かなりやっぱり数いますね。トマセはお構いなしに打ちます。メジナを寄せないことにはどうにもならないので、餌はすぐなくなりますよね。しょうがない、想定内です。テトラって普段あまり差を出さないんで慣れないと結構大変ですね。お、来たよ。おお。あ、浅かった。あ、本当ですか。あ、やっぱり一瞬浮いてきてるような気がするね。なんか一瞬ちらっと見えたんですよね、今ね。これでいけるかも。今だけどメジナですね。多分まだ乗ってると思いますよこれ。ほら。そう。よし。33、34、そこです。まあとりあえず良かったです。もうちょっと満足です。浮いてくれば食ってくれると思うんだけどな。ダメだ、ちょっとトマセ2回戦トマセおかわりしてきます。先端の方見に行ったんですけどね、ちょっと苦戦してますね。みんななんとか行けそうな気がするんですけどね、まあ、行けそうな気はいつもしてるんですけどね、まあ、なんとかなるでしょう。初島ですからここはメジナの数は多いので、もう休み休みやってますよ。ユーマズメを狙うためにもうコマースがいくらあっても足りない、そんな状況ですね。お、来た？やったよ。
この下にいるのがそうかな、これかな。これメジノなのかな。ほら綺麗な樹っぽい棚、矢引きちょっとぐらいですね。ちょっと地合いは迎えそうなんですけども、コマセが持たない。だな、あれはいけそうな気がするんだけどな。いけるか、乗るか、もう少し行かないかな。よし、来た。お、メジナだ。オッケー、メジナだ。よかったよ。煙幕のおかげでしょ、私が。33ですね。ここですね。口あくまでしっかり締めてあげて、でエラの付け根、これだけです。